うるしの池は、石川県七尾市西三海町にあるため池である。2010年3月25日に、農林水産省のため池百選に選定された。七尾市の西三海町にある、うるしの池は、周囲 2km、水深 10m のの土地方災害級のため池で、大地形交代の丘陵地の東北端に沿って、流れる二級河川に野み川の左岸48、 ヘクタールの考えを行っている。なお、地図上では、渋沢の池と表記されていることがある。1679年には、加賀藩から、村御院という年貢割付状が出され年貢が増やされた。1725年20、村製薬の北村平内安中と地元農民が、新たな水源確保に向けて、漆沢に当時では高度な技術であった。 鋼戸と呼ばれる広報で3年9ヶ月の歳月を、かけつつみ高6.1メートル、つつみ町240メートル、つつみ町幅5.0メートルの園庭を築いた。当時の様子は、野戸の池作りとして、児童文学研究者の勝尾金也著書として一冊の書籍にもなっている。三階屋極楽、半夜の地獄、並ぶ池崎木が住むと歌われたほど、この池の恩恵は大きく、 近くの藤原彦神社には、治水功績碑が混流されている。1892年には、堤防工事中に死者6名を出す、崩落事故が発生し、1893年には、同堤防場に、慰霊碑が混流されている。地元では、お池と呼ばれて親しまれ、毎年秋祭りには豊作を感謝して、死死前が奉納されている。池には フナ,ナマズ、タナゴ、シジミなどの多様な水生動物が生息し、冬季にはカモなどの渡り鳥湖畔には、サワギキョウ、ハス、ヒシ、食虫植物の盲線ごけ、タヌキモも見られる。うるしざわの池農林水産省から、ため池百選うるしざわ石川県土地改良事業、団体連合会。ありがとう。